はようございます。はい、駐車場から3分ぐらいで樹林帯に入りました。なんか八ヶ岳のこっち側のいつもの感じですね。下がゴロゴロしてて、こんな感じ。行くよと、ちょっと小屋見えないかな。そうだ、入ったばっかりのところです。よいしょ。この色を順序に上がっていきます。立科山は今回で3回目になります、1回目が何年前だったかな、7月ぐらいに夏に、7合目登山口から登りまして、その時は山頂がガスガスで何も見えなかったんですよ。で、2回目がその次の年の冬かな、2月ぐらいに行きました。その時はね、すごいいい天気になって、途中雪が舞ってたりもしてたんだけど、その雪が、雪っていうか雪の結晶がなんかこうくるくる回りながら舞い落ちてくるっていう感じで、すごいその雪の綺麗さに感動したんですよね。今日はどんな山頂を見せてくれるかなって期待してます。天気は今のところまずまずって感じですね。出発から30分経ちました。少し大きい岩が、岩っていうか石かな、が少なくなってきて、ちょっと歩きやすくなりました。あんま景色は変わらないです。まだまだ道は長いですね。なんか紅葉してきてますね。まだ9月なんですけど、山頂からはいい景色が見れるかな。はい、出発から45分が経ちました。道はかなり緩やかで、そんな登ってる感じがしないぐらいなんですけれども、ちょっとこう朝露なのか、前日少し降ったのかな、結構ね岩が湿ってたりとかして、たまに滑りそうになったりするんで、油断しちゃいけない感じですね。道自体は歩きやすいんですけどね。なんかキノコがひっくり返ってますね。よくあるやつ。食べられないのかな。この間の湯煎ヶ岳の帰りに道の駅で舞茸を買ってったんですよ。なんかいちごのパックとかよりももう一回り大きいぐらいのパックに入ったやつが500円で売ってたんですけど、持ち帰って食べたらなんかスポンジみたいでカスカスなんですよね。全然美味しくなかった。まあ、まだ勉強が足りないですね。美味しいキノコの判別方法とか勉強しないと。あと食べられるキノコが分かるようになるともっと楽しいんでしょうけどね、全然覚えられないです。木の間から多分あれは
なんか建物ありますね。建物。北横岳ですよね、多分。建物なんかあったっけ？これ、後で地図見返してみようか。はい、間もなくスタートから1時間で佐久市の最高地点、あ、こっちですね、こっち、2380m になります。こっから今度なんだろう、教会になって違うところに行くのかな。こっち側、こっち側なんだろう、茅野かな、あ、立科町か。立科山ですもんね。立科町か。立科町っていうのかな。になるんじゃないかなと思います。なんかこう、妙に開けて、明るいんだけど、もう木がズタズタですね。なんでこうなっちゃうんでしょうね。よいしょ。こっちの北横岳の方がよく見えるのはいいんですけど、ちょっと景色としては悲しい感じで、まあでもこうやってまた新しい木が生え変わっていいことなんでしょうね、これはこれで。やっとなんか初めてじゃないかな、小川原峠から土俵が出てきました。分岐なんですね。赤谷ってなんだろう、そんなのあったっけって感じなんですけど、まあ、後で地図で調べてみましょう。私たちは立科山頂に向かいます。もう特に師匠はどっかに行ってしまいましたね。なんか鳥が飛んでる。はい、出発から1時間12分が経っています、今ちょっと開けてね、ここ立科山の山頂が見えるんですけど、ここまでは結構なだらかっていうか下ってますね、今ね。すごい楽だなと思ってたら、やっぱり最後にズズーンと登るらしいです。一回喜びだったなって感じで、頑張って歩きます。平を過ぎたらまた岩がゴロゴロの道になりました。確か山頂まではねずっとこんな感じだった気がするんですけどね。よいしょ。前に来た時は夏ですんごい暑かったけど、今日はほどほどの涼しさなのでだいぶ楽です。
出発から1時間40分が経過しました。さっきの蓼科荘からだいぶもうずっとこんな感じで登ってきました。雲海。はい、で頂上まであと15分、もうちょっと辛抱ですね。あと15分、こんな獅子映っちゃった、こんな感じで登って、はい、蓼科山頂ヒュッテが見えてきました。頂上はもうすぐです。静かですね。よいしょ。さっきの山頂から、神社を通って今三名板のところに来ました。ちょっとね、今雲が、足が取られた。雲が湧き上がってきて、ちょっとね景色が虚無です。こっちの方はちょっと見えますね。なんでちょっと行ってみたいと思います。よいしょよいしょ。三名板なんか飛んでっちゃったらしくてないです。残念。これじゃね見てもしょうがないんですけど。雲海、この上だけですね。青空が広がってんのは。あとはちょっと南アルプスが見えるかな。そんな程度です。以上。